はい、どうも、なぎです。どうも、変な親父です。というわけで、今回の動画は、イエランのぶっちゃけ評価、こちらを全キャラ育成済みの親父さんと一緒に話していきたいと思います。はい、まあ、イエランがね、復刻されるということで、みんな待ってた人多いんじゃないかな。はい、バージョン 4.0 で、再びイエランが復刻ということで、うん。結構復刻ペース早いよね、イエラン。うん、ペース早いってことは、もしかしたらストーリーに絡むか、コンテールのキャラと合うのか、ちょっと気になるところだね。そうですね。まあ、純粋にキャラスペックとしても非常に評価の高いキャラクターなので、まあ、実際問題引くべきなのかどうかだったり、長所短所について詳しく話していきましょう。はい。というわけで、まずはイエランの基本的な性能から、イエランは水元素の弓キャラで、主な役割はサブアタッカー兼サポーター。元素スキルは特殊なダッシュをしながら触れた敵にマーカーをつけ、スキル終了時にそのマーカーをつけた敵にダメージを与える能力。元素爆発は発動後、フィールドに出てるキャラの通常攻撃に合わせて水元素の追撃が発生する追撃型能力となっています。さらに、この元素爆発発動中は、フィールドに出てるキャラにダメージバフを配る固有テンプまで持っているのが特徴的ですね。はい、これがめちゃくちゃ強い。火力も高いし、ダメージバフも配れるっていう最強、サブアタッカーとして欲しい能力を全て持っていると言っても過言ではないので、原神の中でも評価が高いキャラの一角となっております。はい、それじゃあそんなイエランの長所短所から見ていきましょう。はい、まず長所何かありますか？まあとりあえずアタッカーがちょっとでも通常攻撃使うようなキャラなら、とりあえずイエランを入れておいていいのかなっていう感じだね。相性のいいキャラが多いっていうのはやっぱこのイエランの長所の一つだよね。そうだね、本当に。まあゆくあきとほぼほぼ同じ性能だから、まあゆくあきだと思ってもらっていいんだけど、まあ追撃するのに加えて表に出ているキャラのね、ダメージバフがどんどん増えていくから、やっぱアタッカーでダメバフが足りていないキャラとか、そういうキャラと組み合わせるのも強いし、まあ、純粋に水元素の追撃ってことで元素反応を主軸にしたパーティーに入れても強いし、性能的な話をすると、ゆくあきは守り防御系の能力をいろいろ持ってるんだけど、イエランはどっちかっていうと攻めに特化したキャラクターだから、はい、そうだね、守りのゆくあき、攻めのイエランみたいなイメージで使い分けてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ゆくあきもね、中段耐性だったりちょっとした回復っていうのがね、パーティーによってはありがたかったりっていうのがあるから、一概にどっちがいいかっていうのはなんないけど、まあ、イエランの強みはね、その圧倒的な火力のバフが強力っていうところだね。まあなんといってもイエランは元素爆発があらゆる面で強いよね。無凸でもマジで強くて、そもそもの元素爆発の追撃火力が高いし、まあ、さっき言った通り、固有テンプのダメージバフも強いし、あと裏から水元素の追撃を出してくれるから、水付着要因としても優秀だよね。この元素爆発一つだけで、本当に水元素のサブアタッカーとして欲しい能力を一通り持ってるから。そうだね。まあ、とりあえずなんか、強いパーティー作るかってなったらイエランは絶対入る。本当にそのくらい雑に入れたくなるぐらい、そう、強いキャラクターだね、元素爆発が。はい、で、まあ、この元素爆発だけでも強いキャラクターなんですけど、他にもね、他にもいっぱい長所ありますよね。まあありますね。何ですか？まあ、例えば、まあ、一つ大きなところで言うと、探索で便利な元素スキル。はい、まあね、元素スキルがシンプルに火力高いのに加えて移動もできちゃうっていうね、そう、元素爆発だけじゃなくて元素スキルもしっかり強い、そして便利、これマジで便利、移動しながら敵瞬殺できたりするから、なんだろう、一回イエラン入りの探索パーティーに慣れちゃうと、もう探索能力のないパーティーを使いたくなくなるぐらい。そうだね、あそこまで移動が快適なスキルってなかなかないからね。このイエランの元素スキルイカれてるポイントが一つあって、はい、元素スキル発動中スタミナが回復するんですよね。これ例えば左右とかは元素スキル長押しして移動してる最中はスタミナ回復しなかったりっていうのが、まあ今までだったらそれが普通だったんだけど、イエランがね、移動しながらスタミナ回復するっていう本当にダッシュと元素スキル繰り返してるだけで無限ダッシュが可能になってるのが、本当に探索面でイカれてます、このキャラクター。あ、もちろん探索だけじゃありません、このキャラ。他の長所何かありますか？そうだね、まあ割と生物の幅が広いかなっていうのがありますね。特にスメールに入ってから水仙とか2セットで水元素のダメージが増える生物だったり、そうそうそう、 HP がね漏れる生物だったりっていうのが結構増えてって、そうだから2セット2セットの組み合わせで言っても森林、水仙、仙岩、花海っていう選択肢がいろいろあるし、まあ、シンプルに元素爆発主体で使っていくんだったら、絶縁4セットはやっぱ相性抜群だし、でしかもイエランの元素爆発は自身の HP に依存して火力が上がっていくので、はい、補給部分が HP でいいんですよね。そうなんですよね、結構 HP サブステ優秀な HP の生物余ってる旅人も割といたりすると思うので、まあ、それが輝きます、はい、イエランはいろいろな面で見ても厳選は比較的楽なキャラクターかなと。
そうだね、うん、強いて言うならチャージ効率をしっかり盛ることかな、うん、特に無凸の場合は。ただそこさえクリアしたらもう快適、本当にこのキャラいるだけでパーティー全体の火力が一気に底上げされるので、はい、恐ろしいキャラクターなんですけど、生物だけじゃなくて武器も選択肢が多いんですこのキャラクター。そうだね、星3から星5まで幅が広いね。そういえばイラン、うん、星5武器で言うと弱水だったり主炎だったり、星4武器で言うと絶弦だったりセーフだったり祭礼だったり、星3武器で言うと弾球だったり、はい、リカブボだったり、あーおいおいおい、あーもう無限に選択肢あります。実際今挙げられた武器は本当にイエランと相性がいいので、まあ、持ってる人はね、うん、星3武器からまあちょっと使ってみていいんじゃないかなと思います、うん、やっぱねこの自身の火力が HP 依存のおかげで星3武器でも星5武器と遜色ない火力を出しやすいっていうのは、うん、無課金の人にとってもすごい優しいよね。特におすすめなのは星3武器の弾球です。はい、でとりあえずもう爆発さえ回ればいいやっていう人は、うん、セーフだったりあとはスキルの使用回数が増えやすくなる祭礼を装備するのがいいのかなと思います。まあそこら辺はね突状況などに応じて使い分けてあげてください。はい、でまあ他の長所で言うと、まあシンプルに水元素っていう元素が強かったり、まあ上げ出すと長所が切りのないキャラクターなんですけど、はい、次はちょっと短所についてもね一応話していこうかなと思います。まあまあまあこんだけメリットがあるならデメリットもありますよと、うん、本来はあるんですよね、デメリットがいっぱい。はい、どんぐらいあんのかな短所。あ、どんぐらいある、ちょっと今回ね一応ざっくりまとめてはきたんですけど探すのが難しかったです、はい、なんかこじつけにならないようにね、しないとね、はい、なんか気をつけましょう。はい、じゃあまず一つ目短所何かありますか。まあ、シンプルに通常攻撃を使わないアタッカーとは組み合わせづらいっていうところはあるかなと思います、ね、そうだね、まあ、代表的なところで言うとひなりだったりカウンだったり、はい、通常ほとんど使わないアタッカーと組み合わせるのはちょっと難しいね。そうだね、基本弓の銃撃かな、そこと組み合わせるときだけ、まあ、注意が必要って感じだね。そうだね、それこそ片手剣とか槍の銃撃って銃撃使う前に通常を一回挟むから、そう基本イエランと組み合わせれるんだけど、そうなんだよね、うん、なので基本的には弓の銃撃キャラとは組み合わせづらいと覚えておきましょう。はい、まあ、うん、あとはイットかな。そうだね、まあ、イットも基本的に5回銃撃したらその後通常を殴るから、まあ、うん、相性悪いとは言わないけどメインの銃撃には乗らないからそこだけまあ注意っていう感じだね。あと他のキャラで言うとディシアの元素爆発とかも通常扱いではないので追撃が乗らない点には注意しておきましょう。はい、まだちょっと納得いかないよね。1回で将軍は通常攻撃反応するのに。嘘、なぜかディシアの元素爆発は通常攻撃ではありません。いや謎ですね。まあそこは一旦置いといて、はい、まあ、イエランの他の短所なんかありますかね。他の短所で言うと、まあ、さっき言った自身の火力が HP 依存ということでベネットの攻撃力バフを受けられないっていうのは、まあ、一つの短所かなと思います。確かにベネット育成してる人からしたらちょっとね、うん、ここ乗らないのデメリットかもしれませんね、はい、まあ言うて素の火力がいかれてるので、うん、なんなら別にねアタッカーが、うん、イエラン以外のアタッカーが攻撃力3勝なら別にもうそれで問題ないから、うん、強いてあげるならぐらいです本当に。いやもう本当にこれ強いてあげるならぐらいです。あげたけど、うん、ほとんど気にしなくて大丈夫な短所です。はい、まあ基本的にはね攻撃力3勝しないキャラクターはベネット対象が悪いってところは覚えておくところだね、はい、一つの知識として覚えておきましょう。はい、じゃあ他に何かありますか。そうだね、まあイエランって結構一突が強くて、はい、まあ、一突が強い理由が元素爆発が回りやすくなるっていうのがあるので、うん、まあ、逆に言うとその無突だと爆発回しにくくってそこがちょっとネックかなっていうところですね。そうだね、まあ、言っても必要元素エネルギー70族なので、うん、どうしてもスキル1回だとイエランだけで元素爆発を回していくのが難しいよね。そうだね、だから他のキャラでまあスキル回ししてそれで粒子を得たりとか、うん、あとは星4武器のセーフを装備して、うん、まあ、粒子を得て貯めていったりっていう工夫が必要かな。まあ個人的なおすすめの話をすると祭礼行く空きとセットでイエランを使ってあげると、まあ、無凸でも爆発は結構ガンガン回っていくので祭礼行く空きの元素スキル2回とイエランの元素スキル1回を組み合わせてイエランと行く空きの爆発両方ガンガン回していくように意識してあげるのがおすすめです。やっぱね、まあ、行く空きに限らず水元素が2人パーティーにいたらイエランの元素爆発はかなり回りやすくなるので、はい、まあ、基本爆発主体のキャラはそこら辺も考えるとかなり使いやすくなりますね、うん、元素チャージ効率大事です。
はい、それぐらいか。あとなんかあげるとしたらなんかあるかな、ね、まあこれは短所と言っていいのかどうかわかんないんですけど、はい、2番の火力が高すぎてアタッカーがかすみます。あーまあそれはもうね、もうむしろ常識もう常識っすねそこはもう。例えば新しいアタッカーが実装された時にイエランと組み合わせ使って火力を見ようとすると、そのアタッカーの火力が強いのかイエランの火力が高すぎるのかわかんなくなります、うん、もう大体ねイエランを編成入れた動画とか出してる人はね、うん、もう絶対コメントつく、イエランが強いだけじゃんって。それイエランが強いだけじゃん、イエランが強いだけじゃねみたいなコメントが来るぐらいイエランの火力が高すぎます。はい、まあ、なのでちょっと火力検証とかするときはできるだけイエランはパーティーに入れないようにした方がいいかもしれません。これこのアタッカー使ってる意味あるのかなっていう気持ちになっちゃうからね、推しが輝けないみたいな感じになる可能性が強すぎてするから、まあそれぐらい強力っていうところが逆に短所になっちゃう。はい、気をつけておきましょう。はい、気をつけようがないけどまあ気をつけておきましょうというわけで、じゃあそんなイエランの無凸評価と貫凸評価、あとはおすすめ凸数についても触れていきましょう。はい、まず無凸評価からいかせていただきますと、はい、無凸の評価は10点満点で、まあ、9.5 点ぐらいかな。なるほど、満点ではないんですね、うん、無凸評価。正直 9.9 点ぐらいの気持ちまあまあまあ、そこにはちゃんと理由があるってことだね。はい、まあ、どうしてもね、やっぱさっき言った通り無凸の場合って元素爆発を回すのがちょっと大変で、うん、パーティー編成だったり生物のサブステータスなんかで、まあ、調整をしなきゃいけない部分があるので、うん、まあ、そこを考慮して、まあ、0.5 点だけ聞かせていただきました。はい、なるほど、まあ、正直10点でもいい。まあね、うん、実際無凸で評価しても他のキャラと比べたらもうとんでもないぐらいね、うん、仕事しちゃうキャラクターだから、だから1凸してれば文句なしの10点かなって感じだと思います。はい、じゃあお次は貫凸評価いただいてもいいですか。貫凸評価、いや悩むな。悩むまあ10点満点中150点かな。150点か、10点満点で150点か。いやまあそんくらいだな。ちょっとです、まあ、まあちょっと抑えるならまあ10点満点中15点かな、そんぐらいっすねいや実際まあ5億点ぐらいはある本当に。ああもうそうだね、うん、もう限界なしです。貫凸界隈の中でもえぐいです。ミトツライデンのライデンナショナルパーティーと貫凸イエランの敵を倒す速度がほぼ同じっていうね。はい、恐ろしいですはい、まあそんぐらいもうアタッカーよりアタッカーしちゃうキャラクターになっちゃいます、貫凸すると。ミトツでもね爆発火力十分アタッカー以上に強いキャラクターではあったんだけど、それがね、はい、貫凸すると原神壊れます、うん、壊れちゃいますね。本当に短期で出していい火力じゃないっていうぐらい出してしまいますね。螺旋12層オール星クリアなんて余裕です。あ、もう余裕だね。本当にいかれてます。このイエランの貫凸、恐ろしいところがさ、貫凸効果が強いのもそうなんだけど、2つも2つも4凸も強いし、まあ、スキルの添付が上がっても美味しいし、爆発の添付が上がっても美味しいのは言わずもがならしい。そう。もうマジでどこで止めても強い凸効果です、イエランは。今回イラン凸進められない人もね、また次復刻された時に凸を進めるのもおすすめなぐらいめちゃくちゃ優秀なキャラクターです。なのでおすすめ凸を上げるならもちろん1凸にはなるんですけど、うん、そうだね、うん、別に2凸しても3凸しても4凸しても5凸しても良いです。はい、ただどんどん原神が壊れていくだけです、はい、どんどん凸が進むごとにまあよく言われてるのはイエラン貫凸すると原神クリアっていうのは結構いろんなところで聞きますね。そうだね、間違いないねいうぐらい、まあ、無凸の性能においても貫凸の性能においても原神の中で割とぶち抜いてるキャラクターなので、とりあえず迷ったら引いてあげましょう。それではお次は相性のいいおすすめキャラやパーティー編成について話していきましょう。はい、まあ、基本的には通常フルアタッカーと組み合わせるのが強いよね、やっぱり。基本的にそうだね、通常フルアタッカーってなると、まあ、良い宮とか弓で言うと、うん、まあ、アルハイゼンだったり、まあ、他にもフータオだったり放浪者など、うん、やっぱ特に最近のキャラは通常フルアタッカーが多いので、基本的にはさっき言ったティナリ、カウン、アラタキ、ディシア以外のキャラとは割と組み合わせやすいのかなと思います。特に今の螺旋とかは放浪者、ファルザン、イエラン、ウェンティとかっていうパーティーがめちゃくちゃ強いので、まあ、ぜひ組める人は螺旋の前半でやってみてほしいですね。うんうんうん、まあ、ウェンティの枠を、まあ、よく見るのはやっぱファルザン、ベネットの組み合わせなんで、そこにイーランを入れたい人ももちろん強いですし、うんうん、やっぱこの水元素かつ通常に合わせた追撃アタッカーっていうのがいろんなパーティーで採用しやすくて、パーティー編成の幅の広さっていうのもイーランの強みの一つだと思うので、はい、ああもう正直どんなパーティーでもいいなってなっちゃうな。うん、なんならもうイエランパーティーに加えるなら残り3人はもう全員ヒーラーでもいいし極論ね、それでも原神クリアできます基本的にイエランを使うときは
特におすすめなのが開花、凍結、蒸発の原子反応が強いので、うん、草元素、氷元素、炎元素のアタッカーと組み合わせてあげるのがおすすめかな。はい、それではお次はバージョン 4.0 ガチャの確保優先度ということで、イランがバージョン 4.0 で復刻するわけなんですが、同じくピックアップキャラとして前半にリネが来ますね。はい、そして後半で勝利タルタリアの復刻ということで、こちらのバージョン 4.0 ガチャの確保優先度、YZさん的にはどういう順番になりそうですか？まだリネ実装されてないからな。そうだね。もしかしたらリネがさ、イエラン勝利以上の化け物の可能性ももしかしたらあるかもしれないから、うん、まあ3日ぐらいちょっと研究して、でどうなのか判断してからっていうのは前提に置いておいて、はい、おすすめなのはイエランです。間違いない。個人的な話をすると、はい、イエラン勝利、リネ、タルタリアの順番になるのかなと。うんうん、まあそうだね、自分も似た感じかな。リネタルタリアに関してはちょっと性能、リネの性能見てみないと分かんないんですけど、基本的に原神でアタッカーキャラっていうのはガシャ確保優先度はそれだけでちょっと低めになっちゃうので、まあまあ確かにね、うん、あのシールダーだったりヒーラーだったり、あとサポーター、サブアタッカーの方がパーティーとしてはね汎用性高いので、まあもちろんリネは新キャラですし、タルタリアはストーリーで大活躍しそうなので、自分の推しキャラを最優先に引いてあげるっていうのは大前提として、そうだね、あくまでもどのキャラを引くか悩んでる人は参考の一つにしていただけると幸いです。はい、ということで今回は小入さんと一緒にバージョン 4.0 で復刻が決定したイエランについていろいろと話していきました。はい、まあ本当にイエランはね、原神屈指の、まあ、アタッカーって言っていいぐらい軽く出しちゃうキャラクターなので、うん、ぜひ一家に一台イエランって感じで遊んでほしいですね。そうですね、もう本当に原神の中で最強キャラ一人選ぶならって聞かれた時に、多分一番票数が多くなってくるキャラクターなんじゃないかな。そうですね、まあもう本当に探索も楽になるし、螺旋攻略も楽になるし、まあ、この2つを両方こなせるってだけでも文句ないね、うん、探索が便利になるっていうのがでかいよね、イランは。うん、本当にね、もう移動が多いのでオープンワールドは、なので新しいマップでもね、イエランは探索で活躍してくれると思うので、はい、バージョン 4.0 が実装された際にはぜひ一度使ってみてください。というわけで、今回のブッチャ評価のシリーズが好評だったらまた続編やっていこうと思うので、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。お願いします。そして今回遊びに来ていただいたおやじさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。